おかしい。終わった世界の記憶が存続している。私のエデンに何か問題が。リセットが不完全なのか、もしくは度重なるリセットに力が不安定になっているのかもしれない。これではエデンの管理に支障をきたす可能性が。いや、そんなことはあってはならない。決して。シド、早く起き、時間になっちゃうよ。起きた？うん、おはよう、シド。そんなことないよ。シドこそ、ちょっとうなされてたみたいだけど、大丈夫？ちゃんと起きれる？よかった。朝ごはん作ってあるから、着替えたら降りてきてね。でもそういうことばっかり言ってると軽く見られちゃうよ。そう言ってくれるのは嬉しいけど、別に目標にされるほど立派なことはしてないってば。それに何かになりたいとかじゃなくて、指導は指導らしいのが一番じゃない？そんなことないってば。私はね、指導にはいいところがいっぱいだと思うよ。うん、独り言だよ、独り言。ほら、こんなに喋ってたら遅れちゃうよ。指導は起きて準備しないと。シド、私がいるのに脱ぎ始めないでってば。いいから早くね。私先に降りてるから。ドロップキックで起こされるととても喜ぶと小鳥から聞いてきたのだ。残念ながら一足遅かったようだ。なぜだ？わかった。ならば次回からはそうしよう。お目覚めだね。はい。いやー残念だったね、シド君。もう少し寝てたらヨシノに起こしてもらえたかもしれないのにさ。教えてほしいことがあるのだが、ドロップキックとはどんなキックなのだ？やはりドロップに関係があるのか？実は少し悩んでいてだな。
自分でドロップを舐めながらキックをするのか、相手の口にドロップを詰め込んでからキックをするのかが今一つ分からなくてな。シドウが言い淀むとは、まさかもっと危険を伴う技だったのか。どういうことだ。あ、まさかドロップに毒が。確かにそれなら指導も起きそうだな。うん、早く来るのだぞ。朝毛の準備は終わっているからな。みんな席に着いたみたいだね。それではどうぞ召し上がれ。うん、早速いただくぞ。うまい。今日の朝毛も絶品だ。このだし巻き卵、外はふっくらふわふわしてるのに、食べてみると中からたっぷりのうまい汁が染み出てくる。ご飯と一緒に食べると、あ、うん、格別にうまいぞ。どうかちゃんたら、そんなに褒めても何も出ないよ。リンネ、それはおかわりできないということか。あ、そういうことね。大丈夫だよ、トウカちゃん。ちゃんとおかわりは用意してるから。でも、よく噛んで食べてね。うん、おかわりの準備を頼む。しのちゃんもたくさん食べてね。あ、はい。あ、よしのちゃん熱いの苦手だよね。お味噌汁ちょっと冷ましておいたんだけど大丈夫かな。ありがとうございます。いやー、リンネちゃんは気が利くな。理想のお嫁さんになれるよ。料理も絶品だしな。もう、なんで今日はみんな褒めてくるのかな。そんなに言われると照れちゃうよ。お兄ちゃん朝からナンパしてる。リンネお姉ちゃん困ってるよ。あ、違うの、小鳥ちゃん。これは嬉しいからで困ってるとかじゃ。リンネちゃんは可愛いな。こ
これはヨシノの大きなライバルに間違いないよね。ヨシノ？やれやれ、シドウ君と来たらこれだからさ、先が思いやられるよ、まったく。お兄ちゃんはお兄ちゃんだからな。何？妙なことって。余裕でしょ。シドウはどうしたのだ。うん、そうか。みんなお姉ちゃんの作るお味噌汁おいしい。本当、喜んでもらえて嬉しい。あ、お兄ちゃん、だし巻き卵いらないなら一個ちょうだい。おお、ありがとう。お兄ちゃん愛してるぞ。あ、でも指導の足りなくなっちゃう。私の一個あげるね。いいの、私がそうしたいんだから。はい、指導あーん。ありがとう。あ、リンネ、抜け駆けはずるいぞ。私も指導に食べさせる役をしたい。よろしい。もう指導ってば、仕方ないな。どういたしまして。指導も喋ってばっかりいないで、ちゃんと食べなきゃダメよ。天宮市で動物園を経営していた。男性56歳の行方が分からなくなってから3日が経過した現在も、園長さんがいなくなって動物園も困ってるでしょうね。何らかの事件に巻き込まれた可能性も高いとみて、今後も捜査を続けていく方針です。それでは次のニュースです。天宮市近郊で飼っていたペットが突然姿を消してしまう事件が相次いでいる件について、
たとかじゃないよね。不思議だね。ハーメルンの笛吹き男みたいな感じなのかな。おお、戦いの幕が開く。その地の定め。戦い？敵が来るのか、小鳥。トウカちゃんが言うならそうなるかもしれないね。ワクワク。トウカちゃん、冗談だから落ち着いてね。冗談なのか。分かったのだ。みんな、おかわりだ。はい、トウカちゃんよく食べるから作る方も嬉しいな。リンネの作る料理はうまいから箸がどんどん進んでしまうのだ。トウカちゃんってばうまいんだから。ん？私は料理をしていないが。いや、そういうわけじゃ。ううん、それは置いといて。トウカちゃん、ご飯大盛りにする？うん、よろしくと。トウカちゃん大丈夫だ。うん？大丈夫？詰まっちゃった？あ、すまん小鳥、心配かけたな。私は平気だ。うん、よかったね、お兄ちゃん。私もです。トウカちゃん大丈夫？今のはヨシノもびっくりだよ。本当に大丈夫？手とか切ってない？それは大丈夫なんだが。すまんシド、茶碗を割ってしまった。何言ってるの。お茶碗よりトウカちゃんの体の方が大事だよ。怪我がなくて本当に良かった。だがリンネ、これはシドウが私に買ってくれたものなのだ。大事にすると約束したのに。ごめんなさい、私そんなつもりじゃ。どうし、本当か？だが全然平気だ。やっぱり指導はすごいな。なんでもないよ、指導は指導なんだなって。よし、気を取り直して。みんな、おかわりだ。吉野ちゃんの言う通り、食べ過ぎでまた気分悪くなったら大変だよ。明日はトウカちゃんの大好物作ってあげるね。それでどうかな。本当か？何を作ってくれるのだ？さあ、何でしょう。だけど頑張ってとびっきり美味しく作るから楽しみにしてて。おー、リンネ
束だぞ。うん、約束。そうか、ならば今日は我慢するのだ。トーカさん、偉いです。ところで、みんな食べ終わったし、そろそろお片付け始めようかな。大丈夫、私にお任せだよ。私も手伝うぞ。まあ、シドウもトーカちゃんも私は好きでやってるから大丈夫なのに。でもトーカちゃんは無理しないでね。うむ、心配いらないのだ。安心して任せるがいい。シド、早くするのだ。リンネはもう外で待ってるぞ。シド、ちょっと待ちなさい。そんなことはどうでもいいの。ちょっと話しておきたいことがあるのよ。シド、まだか？わかった。遅れないようにするのだぞ。シド、あなたがするべきこと分かってる？違うわよ。さっきのトーカの様子見たでしょ？ここ数日落ち着いてはいたけど、かなり不安定な状態だわ。トーカだけじゃない、吉野や私も含めて霊力がいつ暴走してもおかしくない状態よ。どうすればいいか、いくら指導でもわかるわよね。それ以外に方法はないわ。今ラタトスクは機能不全に陥っていて、精霊を完全に保護できる状態じゃないの。空の孤島に成り下がっているのよ。それはこっちで調査中。フラクシナスがあればやれることはまだあるわ。けど精霊を安定させておくにはあなたの協力が必要なのよ。言ったでしょ、精霊が最も安定するのはシドウと一緒にいる時だって。特にデートしてる時は顕著だから。シドウ、あなたにはどうしてもデートしてもらう必要があるの。そんなことを言ってる場合、今この瞬間もトーカや吉野の霊力が暴走する可能性がある。そのことは本人たちも分かってるはず。それを助けるのがあなたの仕事でしょ。ええ、その息よ。頼んだわ。ただし今回は十分に気をつけなさい。今のあなたは不死身じゃないわ。何か間違いが起きれば死ぬ。まあ指導自身のためにもなるしね。精霊を安定させるということは結果的に指導の身を暴走から守ることになるわ。暴走の可能性を最小限に抑える唯一の方法としてはこれが最善よ。でもいい？次にあなたの手に負えない状況になったら、その時は迷わずに逃げなさい。
約束したでしょ、もう無茶はしないって。よろしい。さてこれ以上待たせるとトーカが不安がっちゃうわね。行ってちょうだい。誰に向かって言ってるのよ。アホ兄と違って自分の限界ぐらい把握してるから安心なさい。よろしい。じゃああとはこれを持って行って。トーカにはもう渡してあるから、あとの一つはリンネに渡してちょうだい。家の鍵に決まってるじゃない。セキュリティ強化のために昨日のうちに鍵を取り替えたの。まったく鈍いわね。精霊とはいえ女の子が集まって一つ屋根の下で暮らすことになったのよ。何かないとも限らないしね。ま、家の中だけで言えば無害なだけが取り柄の頼りない青瓢炭が一匹いるだけだし、他に誰がいるの？いいのよ、その方がなくしづらいでしょ。グダグダ言ってんじゃないわよ。ラタトスクで作らせた鍵だから、そんじょそこらのやつは解錠はできないどころか破壊もできないでしょうね。さ、これ以上待たせるとトーカが不安がっちゃうわね。行ってちょうだい。さ、あ、来た来た。うん、遅かったではないか。シドシド小鳥、気になるな。本当か？私をたばかってはおらんだろうな。シドウが言うなら信じるぞ。ほら二人とも早く行かないと間に合わないかもよ。ん？鍵？これ何の鍵？え？でも私が持っててもいいのかな？今が日本で一番暑い季節なの。あ、もっと暑くなるのか。何か見つけたの？急にどうしちゃったのよ。
あら、探し物ですの、指導さん。ごめんなさい、驚かせてしまいました。あら、私を探していてくださったんですの。でも残念、今日は別の探し物があるんですの。もしかして指導さんを探しに来たと思いまして。まあ私としてはそれでも構わないのですけれど。できればもう少し指導さんとお話ししていたいんですけれど、そろそろおいとました方が良さそうですわね。それでは指導さん、またお会いしましょう。何があったのだ、指導。いつか戻ってくることがあるかもしれないのだ。あまり気を落としてないぞ、シド。ちょっと二人とも置いていかないでってば。お、そうであった。もうびっくりしたよ。トウカちゃんまで走っていっちゃうし。今度は何？時間？はーい、頑張るね。シド、思ったより早く着いたぞ。そうだね、よかった。でも汗びっしょりになっちゃったね。こら、シド、風邪ひいたりしちゃダメだよ。やっと体調戻ってきたんだから。シドはまた具合が悪くなったのか？もし具合が悪くなったらすぐに言うのだぞ。トウカちゃんたら。トウ、おう、病み上がりの割には今日も元気そうだな。何って、親友としての愛情表現に決まってるだろう。ドロップ。だって朝っぱらからトウカちゃんとリンネちゃんをはべらせてイチャイチャしてるところを見せつけるんだもの。嫉妬の炎で身が焦げそうになっちゃったわよ。
本当に仲がいいよね、二人とも。あ、そう？やっぱりんねちゃんもそう思っちゃう？それじゃあ、本格的にいつかくんと付き合っちゃうしかないな。釣れないこと言うなよ、いつか。俺とお前には、腐女子が選んだ校内ベストカップルで第2位にランクインした華々しい実績だってあるんだぞ。シドは、トノマチと何かいかがわしい関係だったのか？ひどい、ひどいよ、いつかくん。そうやって過去の全てをなかったことにして何人もの男を切り捨ててきたのね。心配するな、俺は一向に気にしない。帰るわけにはいかないな。いつか、今朝のニュースは見たか？今、天狗市からペットたちがいなくなって騒ぎになってるだろ？あれな、天狗市のたたりってやつだぞ。昔昔のその昔、天狗市の町がまだ影も形もなかった頃の話なんだけどな。当時、この近くにあった里山に牛のような角を2本生やした鼻の長い化け物が住み着いたんだとさ。その醜い姿を見かけた村人はいつしかそいつを天狗牛と呼ぶようになったんだが、その天狗牛が腹が減っては村里に降りてきて家畜や小さい子供なんかを襲って食べるもんだから、村人は毎日嘆いて暮らしていたんだそうな。誰かその天狗牛を退治できる者はいなかったのか？村人たちもこのままでは天狗氏に村が食いつぶされる、どうにかしなきゃと相談を繰り返してたんだけど、みんな結局天狗氏が怖くて何もできずにいたんだ。そんな6月のある日、ふらりと一人の侍が村を訪れた。その風来坊の侍は正義感が強く、困った村人を放ってはおけなかった。侍は一計を。衣装？なんだそれは。あ、では侍は死んでしまうのか？まあ、慌てなさんなって。村人たちが隠れ、天狗氏は最初面食らった。自分を恐れずに一緒に酒を飲みたいという人間を見たのが初めてだったんだろうな。だけど酒を飲み交わすうちに、天狗氏はその飾らない侍の態度が気に入ってどんどん打ち解けていった。侍の方も誤算だった。話してみると天狗氏はいいやつで、こっちに現れるようになったのも自分が静かに暮らしていた山を。そうだったのか。なんだかわかるぞその気持ち。さて、本当は天狗牛を酒で酔わせ、すまきにして池に沈める作戦を立てていた侍は、旅は道連れ、世は情け。侍はこれから一緒に旅に出ないかと。うわ、それはあれだ、とても良い申し出だな。そう、そのあまりに嬉しい申し出に天狗牛も驚きを隠せなかった。自分は大くらいだ、それでもいいのか？それに自分はこんな恐ろしい見てくれだし、自分と旅になんか出たらきっとお前に迷惑をかけてしまうだろう。大きな背中を小さくして不安げに問いかける天狗氏に、侍はそれでも俺は構わないと言って、天狗氏はおんおんと泣きながら、すると侍が、おい、あまり強く握るなよ、俺が壊れてしまうだろうと言って、二人は最後にわははは
やんもういつかちゃんってばせっかちさんなんだからん。いつかくん落ち着きたまえ。侍と意気投合して飲みまくった天狗氏はそれを知った村人たちがわらわらと現れて侍が立てた作戦通り、ね、侍は何をしていたのだ。もちろん作戦は中止だと言って村人たちを止めようとした。だけど村人たちの中には天狗氏のせいで家族を失った者もいたから、鬼のような形相をした村人たちは中止を叫ぶ侍を柱に、侍の見てる目の前でぐでんぐでんに酔った天狗氏をすまきにして、で侍に頼まれて用意してたいかだに重しをつけた天狗氏を乗せて池の真ん中に頭から放り投げたんだそうだ。その時池の底からグモーという天狗氏の恐ろしい絶叫が辺り一帯に響いて、そしてそれっきり天狗氏は二度と全てが終わって縄から解き放た、本当の化け物は他にいると遺書に書き残して、その日から一月の間まるで盆をひっくり返したように雨が降り続く。いつか駅の北側に池があるのは知ってるだろう。あの池の底に天狗氏が眠ってる。だから池の周りに天狗氏の魂を鎮めるための祠が建立されていて、6月11日にはみんなその祠にお供えするのが決まりになってんだよ。残念だけど、いつかくん、リンネちゃん、自分の町の歴史も知らないなんて勉強不足にも程があるぞな。もしいいかね、そもそもこの土地を天狗氏と名付けたのも少しでも天狗氏の寂しさや無念の怒りを鎮めてやろうと。でも本当だったらちょっ、ああちなみに6月11日という日付なんだけどな、不思議なことに池に頭から放り投げられたこれだけ。11日の方も10の下に1をくっつけて書いてやるとだな。なるほど。なんかゾクゾクしてこないか。みんないつかみたいにすっかりお供えのことを忘れちゃったもんだから、このたたりどげんかせんといかんでしょう。ついに愛の告白かよ。はるん、息を吹きかけちゃいいやん。いや、ない。まあまあ、俺に任せとけって、悪いようにはしないから。というわけで、いつかと相談した結果、このたたりを鎮めるために天狗氏の祠にお供えをしに行こうと思う。よくぞ言った、指導。天狗氏もさぞかし、さすがトウカちゃん、話がわかる。うむ、みんなで天狗氏を鎮めてやろうではないか。指導が行くなら私も行く。ん、貴様どこから湧いて出た。まあまあ落ち着いて落ち着いて、みんな行くなら私も行こうかな、楽しそうだし。よし、話は決まったな。じゃあ今日の夜みんなで肝だ、じゃなかった、お供え物を持って池に集合だ。夏といえば肝試し、肝試しといえばムフフな展開。よせやい、照れるじゃねえか。お、そうだ、小鳥ちゃんも誘ってこいよ。そんな、
お兄様。シロ、ところで幼な…トウカちゃんは何持ってくの？まだ思いつかんぞ。リンダはどうするのだ？こういう時何を持っていくのが正解なんだろう。大丈夫、これ大人の階段で無夫婦なお見舞いの時より。ん？問題ない、指導の体温は堪能した。はいはい、皆さん席についてください。ほんでは皆さん、おはようございます。テスト期間に入ってきましたが、勉強いつかくんは休んでたので大変でしょうけど、頑張ってくださいね。それでは今日の連絡事項ですが、明日の球技祭に。指導、昼寝の時間だ。指導飛び順番は関係ない。私は体温計を入れてもらったことが、シドウがそこまで言うならこの話はしまっておいてもいい。私はな、やはりその程度。何が限界だ。私は汗を拭き取ったりはしない。指導から噴出した汗は看病の話。やれやれ、今日も京都で両手に花とは。怒らない怒らない、せっかくの陰柱顔におしわが増えちゃうわよ。まあまあ、冗談はともかく早くも。シド、急いで。案ずるな、シド。あの、俺の存在って…あ、なんだいつか、俺のマイスウィートフレンド。ギャフン。私もちょっとどうかと思っちゃったり。うほう。シード、席が埋まってしまうぞ。今日はやめとこうかな、お弁当もあるし。だけどやっぱりやめとく。やっぱり…いや、それがいいんだって。なんかもう、新妻って感じだよな。いや、でもそうじゃね。なあ、シドウ。シドウと私の未来の…
そっちこそ何してたのよ。ずっと繋がらなかったじゃない。どうせ十日の機嫌でも損ねたんでしょ。まったく、少しは成長しなさい。へえ、シド、あなた筋金入りの僕年人よね。ま、シドが本物の女たらしだったら、逆にこうやって封印を成功させるのは難しかっただろうけど、それはともかく、今朝私が言ったことを覚えてる？ま、そう、精霊を安定させて暴走の可能性を少しでも抑える。それが、それじゃ彼女たちを探してうまいことやりなさい。ちゃんとエスコートするのよ。いい？というものがありながら他の女にまで色目を使うなんて絶対に許さん。そうだ、女の敵、豚の餌。天柱、なら早く十日ちゃんのところに帰るがいい。